What's up, everyone? This is Flora! Alright, so it's been like 2 or 3 weeks after Wings recording, and today I'm pretty sleepy, actually. I drank a can of Red Bull, so it should be okay, but I don't know if I can handle the like entire recording for today, but I'll try my best. If I fall asleep in the middle, then that's the end of the show, but we'll see. Anyway, so today's guest is really special Ikemen. He's young, but he's got the deep, sexy voice. I guess you guys all wanted to like, you know, see him. And, well, he's here today. So let's call him out. それでは本日のゲストをお呼びしたいと思います。竹内俊介さんです。こんにちは、どうも。こんにちは。ソラよろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして。どうぞお座りください。Please sit down. はい、失礼します。というわけで、今日は声優の竹内俊介さんが来てくれました。はい、竹内です。よろしくお願いします。お願いします。どうしようかな、いろいろ始める前にそもそもまあフランクにやっていきたいから、まあ、あだ名で呼び合いたいんだけれども、うん、はい、あだ名で呼んでもよいだろうか。あ、ぜひ。僕逆にすごくなんか、うん、竹内俊介ってどっちも結構長いんですよ。俊介とかだから略されるとか、なんかあんまりそれこそ下の名前で、うん、あだ名を作られることがないので、ね、できればちょっと俊介を使ってほしいなというふうに思うんですけれども。俊ちゃんでいいんじゃない？普通だけど。やっぱ俊ちゃんかな。俊ちゃんでいいんじゃないかな。ぜひぜひ、もう俊ちゃん、まあ、多分だって英語でいくと多分俊って呼ばれるだろうし。あ、なるほどなるほどなるほど。しゅんちゃん、じゃあ、ソラはでももう、ソラ以上になんか、いや、だそれがところがどっこいね。ほうほう。この番組いろんな人が来るもんだから、いろんなあだ名俺は持ち合わせてはいるんですよ。今まで何があったんですか、一番、なんだ、記憶に残ってるのは、速水翔さんがつけてくれたソラ豆だったり、まあ大体ソラくんとかかな、あとはソラッチ、ソラリン、ソラなんちゃらとかいろいろあるけれども。なるほどなるほど。何がいいかな、ソラポンとか。ソラポン、あ、ソラポンはいなかった。だと思われる、多分。あ、じゃあソラポンにしようかな。ソラポンと、僕結構可愛い響きが好きなんで。あ、意外に。そうなんですよ、だからソラポンって。じゃあソラポンで呼んで、じゃあ俺はしゅんちゃんって呼ぶから。しゅんちゃんで。じゃあちょっと、じゃあソラポンとしゅんちゃんでやっていきたいと思います。はい、はい、call me please しゅんちゃんで、よろしくお願いします。はい、OK everyone。 Please call me か。で、まあ、海外に向けてはいるし、まあ、バーチャルな俺がやっているということでなかなか珍しいと思うのよ、うん、まあ、この得体の知れない仕事を受けた時どう思った？正直。いやそんなそんな僕自身結構その、まあ、ファンレターでもそうですし、うんうん、インスタグラム のダイレクトメッセージとかでも結構海外の方から、うんうん、ファンレターとかをいただいたりすることが、うん、多かったりするので、まあ、今回はそのね、もう英語に精通している、はい、ね、ソラ君もいるということで、なんかそういう海外の方との交流ができるのがすごく今日は楽しみだなと思いながら、ね、とてもありがたい。特に第2部ではすごい交流できるから、ちょっと待っててね。はい、楽しみにしてます、はい、ということで先輩 Thank you。 まあ、これからしゅんちゃんに俺が10個の質問を投げかけます。お、だからしゅんちゃんはそれにパッ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 と答えてもらって、なるほど、もし気になる質問が、まあ、答えがあれば俺は深掘りに行くし、あ、全然こいつつまんないやつだなって思ったらそこで終了になります。悲しい。いいですか？なるべく興味引けるように頑張ります。そうです、この業界なかなかそんなね、面白くいかないとね、トーク力大事ですからね。そうだね、そらぽん、はいはい、頑張ります。それでは早速いきたいと思います。はい、1問目の質問は、小さい頃の夢は？おもちゃ屋さん。あら、まあ可愛らしい。2問目、なんで今の仕事に就いたの？きっかけは？ヒースレジャーの演技を見てハリウッド映画に出たいと思ったから。なるほど。3問目、初めてのお給料は何に使った？初めての給料は多分、地元の友達にお寿司をおごった、うん、本当にかな。自分のために使ってないんだ、偉いやつ。じゃあ4問目、このお仕事を続けようと決めたのはどんな時？いい、なんだろうな、キャラクターのことを好きですって言ってくれた時かな。なるほどね。じゃあ5問目は、お仕事をしてきた中で一番感動した瞬間は？まあそれはファンレターをいただいたことですかね。6問目、正直この仕事を辞めようと思ったことがあるか？毎日思ってます。なるほど。7問目は、生まれ変われるなら何になりたい？生まれ変われるならもう木になりたいかな。木？木。なるほどね。8問目、ズバリ
このしゅんちゃんのお仕事に一番必要なことは何？一番必要なことは、人生を楽しむこと。ほう、9問目、今一番挑戦したいことは？今一番挑戦したいことは、いろんな国に行くこと。ほう、10問目最後、10年後の自分に一言どうぞ。調子乗んなよ。なるほど、はい。ということで、興味のある答えはですね、まあ大体模範解答かな。ちょっと嘘よ、頑張って答えたんだから聞いてよ。ちゃんとあるよ。もう本当1問目から、はい、小さい頃の夢はおもちゃ屋さんだったと。おもちゃ屋さん、しかもその自分で結構ゲームを作りたかったというか、うん、だからスゴロクとか、うんうん、あとはカードゲームとかも、あの父親の会社の白紙の名刺を、はいはい、あのもらって、うん、そこに自分で書き込んでカードゲーム作ったりとかして、とにかくその何か自分がやったことをきっかけに、うん、あの誰かに喜んでもらいたいっていう気持ちがあったので、だからおもちゃ屋さん最初にやりたいなと思ってましたね。なるほどね。じゃあもう一番ちっちゃい時からもうクリエイター気質だった。そうですね、だからパソコンとかも結構早めにいじって、うんうん、それこそ RPG ゲームを作ったりとか。作る側？そう、作る側がやりたくてっていう感じで、いろいろとゲーム作ってましたね。あ、そうなんだ。ご両親とかがなんか声楽もやられてる？そうですね、あの自分の母親がオペラ歌手をやってて、うんうん、でおじいちゃんピアノ、うんうん、あ、おじいちゃんが指揮者で、おばあちゃんがピアノの先生やってて、うん、おじさんも合唱団で指揮振ったりするんですけど、だから母方の方が結構クラシック音楽の家庭でっていう感じで育ちましたね。だからその小さい頃から結構芸術っていうものに触れる機会はすごく多くて、うんうん、だから自分の、うんうん、あの母親のオペラのコンサートに連れてってくれたりとか、うんうん、なんかそういう機会があったりしたので、まあ、とにかく何かアートが関係しているものには職としてつきたいなっていうのは、まあ、漠然としてありましたね。なるほどね。でそのままおもちゃ屋になりたい像からの、今のこの声優というお仕事についてきっかけが、あ、ヒースレジャー、あ、そうそうそう、あれだよね、ダークナイトの、そうそう、ジョーカー役で、ジョーカーだよね、そうなんですね。あれを見て俳優になりたいっていうこと。そう、電撃がもう走って、もともとすごく僕バットマンがすごい好き で、はいはいはい、で中でもジョーカーって悪役がものすごい好きだったから、うんうんうん、そのジョーカーを、なんだろう、完璧に今までのイメージを守りつつぶっ壊しに来たっていう、その、これが俳優の力かというか、確かに今まではこう自分で生み出してっていう感じだったんだけれども、うん、誰かが作ったものをさらに何百枚にも魅力をこうブーストさせるみたいな、うん、そういう俳優のパワーっていうものをすごくダークナイトを見た時に感じて、特にヒースの演技を見て、その後いろんなダークナイト以外の映画も見て、とにかくヒースレジャーすごいっていうことで俳優になろうって。なるほどね。じゃあそこに至るまでは特にその俳優とか演技をやりたいっていうのは思わなかった？日本の学校ではね、あのたまに演劇とかをあの授業でやったりするんですけど、うん、そういうので何かこう演じるのはまあ好きではあったので、うんうん、だから別にそれを仕事にしたいとは思ってなかったけど、た改めて、うん、あ、自分演じることももしかしたら好きかもなっていうことで、うん、そういう演技の道に走ろうってなったかな、うんうん、であとは国内のものでいうと、それこそアニメとか、うん、ゲーム、漫画がすごい好きだったから、うん、そういうハリウッド映画にも出演できて、うん、で自分の好きなアニメ漫画も、うんうん、あの演技役者として参加できるっていうことで声優がいいんじゃないかなっていうところで。なるほどね。それはもう、じゃあもう結構序盤の方で決まって、もう序盤、あ、中学校3年生ぐらいの時には声優の養成所に行って、うん、翌年ぐらいから一応簡単なデビューをさせていただいて、で2年後ぐらいには、あの皆さん、多分海外の皆さんも知ってくれてると思うけど、うん、シンデレラガールズのプロデューサー役で、うん、プロデューサーでね、そう、あのアニメレギュラーデビュー、そう、まさかの高校生でもう抜擢みたいな。いや、もう本当に、しかもあれが最初に、一番最初に受けたオーディションだったから、すごい嬉しかったね。いや、だからなんか今おいくつ？今24です。24でもだって8年とかよ。もう10年見えてんでしょ。いや、そりゃ貫禄出るよね。24歳っぽくないもん。もう態度ばっかりね、日頃でかくなっちゃってね。いや、あの、でもさ、しゅんちゃんとしてはさ、じゃあ、まあ中学校まではまあ普通に中学校に行ってて、で日本だと高校に行くときにこう受験とかがあるじゃない。うんうんうん、なんかこうで、まあ、高校に行ってくると、今度どんどん進路どうしようかってみんな考えていく中で、うんうん、多分芸能の道をあの進んでいく人って周りに少ないかなと思うんだけど、うんうん、やっぱ大丈夫かなこっちでとか焦ったりとか悩んだりってなかったの？あのね、
いろいろとね、あって、それこそ一回その自分の夢を諦めようかなって思ったタイミングが、はい、諦めようかなってか、ちょっと学業を優先しようかなって思ったタイミングが高校生の時にあったんだけれども、うん、その時あの家庭教師でついてくれてた、うん、あの先生がもともと昔バレエをずっと踊ってた方で、うんうんうん、その人もやっぱり学業と、うん、あとバレエダンサーすごく大きな役が決まったタイミングがあったんだけれども、うんうんうん、もうどっちか試験の、うん、確かに試験の日と、本番の日がこう重なっちゃって、うんでどっちを選ぶかってなった時に結局その先生は学業の方を優先しちゃったんだけれども、もうその時のことをずっと後悔してるって、ああ その時先生が教えてくださって、うん、でよく見たら先生 あのご自宅に僕が伺う形で授業を習ってたんだけど、うん、もう至る所にその先生のバレリーナ時代の写真がもういっぱい飾ってあって、うんうんうん、だからまあ僕としてはなんかそのあ昔バレリーナだったんだって感じだったんだけれども、うん、あそうじゃないんだってまだ諦めきれなかったからここに写真が飾ってあるんだってことに気づいて、ね、うん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 、すごくね悩んだタイミングがあったんだけれどもさせてくれた人がいたから今ここにいるから、それってなかなかそういうふうに言ってくれる人に出会えるって珍しいよね。いや珍しいかな。あと僕が結構あの恵まれてるなと思うのはあの木戸あかりちゃんって今ね、はいはい、うん、デーモンスレイヤーかな、鬼滅の刃で根津子役で、うん、あのもうバーンっていった子が、うん、あの事務所は違うんだけど、うん、養成所時代から友達で、そうなんだ、だからああいう優秀なああいう存在が同期にいたっていうのは結構でかい、もうこれは本当にいや運だなって思ったところが、ライバルになんかこう刺激し合えるみたいな感じだな。そうだね、やっぱり、うん、正直やめようと思ったことがあるって毎日思ってますって。やっぱり、うん、そのなんだろうな、すごく難しい。まあ僕はその、うん、仕事に対して、うん、いろんな考え方が人はあると思うから。だけれども僕がやっぱり一番大事だなと思ったのは、うん、その仕事っていうものを自分にとってどういうものかってちゃんと考えること。うん、でちゃんと考えた結果、いや自分の人生だから仕事が一番って優先するのはそれはいいことだし、うん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 、自分は。そのあくまで仕事っていうものは自分の人生の一部っていう、うん、まあ家族、大切な家族があるし、うん、大切な友人があるしとか、うん、そういうものの方が自分の中では人生の比重としては大切であって、うんうん、仕事はやっぱり生きていく術っていうところが大きいかなと思ったから、うんうん、だからある種毎日いつでも辞めたいっていうか声優以外の選択肢もあるって思うことで声優の仕事を結構健康的に考えられるというか、そうかそうか、明日仕事がなくなったらどうしようっていうのを結構一回考え出すと、うんうんうん、もうずっと不安になっちゃって、うん、それがストレスになっちゃってパフォーマンスが下がっちゃうというか、うんうんうん、だからあくまであのせっかくこんな自由にいろんな遊び心が、うんうん、やっぱりエンジンになってる世界だと思うから自分自身も楽しむことによって、はいはい、そんな様子を誰かが見てくれると、うん、やっぱり誰かが幸せなところを見ると、うん、やっぱ人間って自分つられて幸せになるというか、うん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 、だから自分自身が、うん、もう仕事は自分の人生じゃなくて、うん、あくまで遊びだったり、うん、発想のおもちゃ箱みたいな、うん、みたいな風に考えることでうまい距離を保っているっていうのが正直なところかな、ね、何度も言うけどこれ24歳だよ、ねえ、すごいある意味だからこう何て言う現実捉えてお仕事されてるんだなっていう中でファンからのレターがとてもその感動したりとか、うん、あの仕事を続けようって決めたみたいなところで言うけれどもやっぱりファンの反応っていうのはパワーなわけですか。そうですね、やっぱり誰かに喜んでもらいたくてやってるわけだし、うんうんうん、変な話僕すごくもう今日はこういう場だと思うからいろいろとぶっちゃけて言うけれども、うん、どうぞ声優って正直応援されなくてもいい立場だと思ってるのね。あそれはてか僕らの仕事ってキャラクターに声を吹き込むところまでなのよ、あくまでね。そこが一応仕事としてはゴールではあるから、うんうん、それを超えてまでそのこのキャラクターを作るのに携わってる人を応援しようって思ってくれるのはものすごくなんだろう、うん、キャラクター愛が強い方たちというか、うんうんうん、やっぱそれぐらいの人たちからわざわざ、うん、あの誰々に声を当ててくれてありがとうございますみたいな風になメッセージを送ってくれるっていうことはすごく自分にとって力になるというか、わざわざ僕なんかこんな、ね、裏方の人間のために手紙を書いてくれたり、うん、ダイレクトメッセージを
あの考えて送ってくれるんだっていうのはすごくやっぱり、うん、あの感動するかな。まあ、それでね、あのそんな中でさ、生まれ変われるなら木になりたいって言ってたけど、うん、なんで？もうなんだろう、そういうのを全部ひっくるめて、うん、もう見守る存在になりたいかな。なんだろうね、24歳にして達観しちゃってる、なんかなんていうの、もう菩薩みたいな感じで、で、まあ、10年後調子乗んなよって言ったけれども、あなた10年後でもまだ30代中盤なんですね。いやでも34って一番危ないタイミングかなとも思うんだよね。うんうんうん、ほらやっぱある種さ、うん、実績もできてきて、多分うまくいけばもう言ってるほしいけど、もっと実力もついてきてると思うから、はい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 、やっぱすごくね過信しやすいタイミングじゃないけれども、なるほどね、ようやくさそのプロとしての免許を取れたみたいな、うんうん、なんとか自分の培ってきたノウハウとかを、うんうん、うまく生かしてほしいっていうのがあるかな。あのね、しんちゃんごめん、俺ねちょっと笑いが止まらなくなっちゃってあのね24歳だよね、おかしいわ。そんなことないよ。でも、いやでも今の若い子はね、うん、すごく先のこと見てる子が多い。ねえ、24歳で今の若い子はねとか言ってるんだけど、みんなどう思う？ちょっとこ、ちょっと多分視聴者の皆さん、結構あなたたちが20代前後っていうのはすごいわかるんだけど、こんな人周りにいますか？ねえ、ちょっと第1部はここで終わりたいと思うんだけれども、はい、一体どっちだろうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、これあの YouTube でございますので、チャンネル登録してねって終わってもらってもいいかね。あ、じゃあチャンネル登録お願いします。そういう感じで一緒ノリいいねそんな感じで一緒にじゃあ終わりたいんだけれども、うん、それでは、ソラ先輩コラボ俊介竹内は第1部これで終わりでございます。じゃあ一緒に言うよ、いくよ、せーの、チャンネル登録よろしくね。しゅんちゃんでした。本当に24歳なのか。バイ。チャンネル登録してね、今すぐに。よろしくね、よろしくね、よろしくね。